アル先制に成功。こぼれ球に反応しきっちり詰めていきました。いやこれは落ち着いてましたよね。結構とっさに深瀬選手が多いんですけどもね、しっかり次のプレーが予測できているっていうことなんでしょうね。こういったシチュエーションだとオフサイドなんていうこともよくあるんですけどもね、ラインを見ながらしっかりできましたよね。今シーズン初ゴール、